列の合成抵抗の、問題で、1オームか10オームだったら、シグマを使って直列、逆数の逆数で並列、もしくは M を10としておいて、この10というのを M に入れておくことによって、ここを変えれば、この式とこの式両方いっぺんに変わるよという作戦なんで、ここを100にしてやれば、1回目の答えになると。いうふうな作戦があるよと。これしとると便利で、してないとこうやって一個一個書かないかんよと。まあ、こういう計算をしとるということの説明と。それから、今の問題を 1G 面から9G10G面までのコンダクタンスというふうに思うんであったら、そのコンダクタンスの直列接続は抵抗の和なんで 1G 面積分の1、2G 面積分の1、10G 面積分の1といって合成は約 2.9 オームになると。で、並列接続の時には各コンダクタンスの和分の1なんで、まあ55分の1の 0.018。オームになると。これあくまでも全部合成抵抗、単位はオームを求めているということに注意してください。で、まあ、4種類の数値が出てくるよと。ここも一緒と。あくまでもコンダクタンスの、逆数の足し算をしているので、これ直列接続で、コンダクタンスの和の逆数を計算したので、並列接続の抵抗と。これが復習でした。で、次に何か書いてあります。ここに何かプラスってあるんですが、これは何かっていうと、中に、マスクのフォーラムとかで紹介されている式を、書いておいて、見えなくするっていう、ドキュメントのエリアというやつであります。このエリアというのを入れておくと、折りたためるので便利だし、必要に応じて、パスワードで鍵がかけれるそうであります。まあ、このエリアを使っておくと、ちょっと説明のやったかなとかいうのを書いておくことができると。もちろん、こっち側のページに書くこともできるので、まあ、どっちかだと思います。エリアは折りたためるというのが便利だというと、鍵がかけられるということが利点だそうです。で、このグリッドという関数を使うので、使わせてもらっています。この赤い点々を書いてあるのが、このグリッドという関数で、グリッドで作った関数のこっちが X 座標、こっちが Y 座標を表しています。まあ、引数として、マイナス1から1まで 0.2 刻みで X 軸、マイナス1から1まで 0.2 刻みで Y 軸の、こういうグリッド線を書くようなデータを作れということになっています。で、それが、この G の括弧の1と G の括弧の2と。なんか、肩に括弧があるのなんかというと、数式の神話、演算子のこいつであります。まあ、行列の列の、最初の列と次の列ということで、最初の列と次の列という感じで、まあ、X 座標と Y 座標を指定するものであります。グラフというのはここにあるんですけども、ちょっとここに列すると、プロットというのの、プロットの挿入の XY プロットというのがこれになります。で、こっちを見出してくると自動的にこのおまけのページに出てくるので、これと同じことをちょっとやってみたいと思います。まあ、条件として、式が書いたら式の後ろに書かなきゃいよということだけ覚えておけば、ここに
ここが Y 軸なんですね。マスクとの標準では。なんとなくこれ X 軸じゃないかと思ったりするんだけども、Y の括弧して、オメガと書いてあるんで、オメガっていうのは数式っていうところの、ここに記号があるんで、ギリシャ文字のオメガと。で、こっち側が X 座標の括弧して、ギリシャ文字のオメガと。してやると、オメガが0から 0.01 刻みで 8π ラジアンまで変化するときの X オメガと Y オメガを X 座標、Y 座標として書けと。なんで、8π というのは3π24 なので、約2400の点がダダダダと書いてあるということになります。で、これなんかっていうと、制限波の NX オメガプラスシータ X なんで、まあ、大 N 高調波の初期層シータ X と、大 NY 高調波の初期層シータ Y のやつをかけてるので、これとこれとこれとこれは定義されてないとすると、まあ、ゼロが入ってしまうんですが、多分定義されとるから、ここに赤いマークがついてないと。どこにも定義されとらんのに、不思議だなぁということなんですが、ちょっと、そう思ったときにはですね、コントロール C して、ここでコントロール V して、イコールとしてやると。そうすると NX は1ともう定義されとるというふうに出てきました。多分この NY もコントロール C して、コントロール V すると、イコールで1と。シータ X はコントロール C して、コントロール V して、イコールとすると0だと。シータ Y もコントロール C して、コントロール V して、イコールとすると0だと。いうんで、まあ、サインとサインなんで、リサージュ付けがこうできるということが、まあ、リサージュのことを知っとる前提で分かったと思います。で、もう一個書いてあると。これなんかで言うと、Y 座標の1個目の後ろの方をクリックして、多分ここがいいと思いますね。クリックして、シフトを押しながらエンターと。そうすると2番目の Y 軸のやつを増やると。で、マスケドの面白いことは、X 座標と Y 座標をどん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 増やすことができて、ただし、1個目と1個目、2個目と2個目というペアになってきます。で、ここに、このグリッドという関数の、左から2番目の列を書くと。で、G と書いて、演算子の、この列の選ぶよというのの、0から始まったので1でいいんですね。で、これせっかく書いてたら、これコントロール C しておいて、X オメガが来て、シフトエンターして、コントロール V してやると、さっきこれを覚えたので、ここに書いて、こっちの方は0にしないかなと。いうふうにしてやると、こういうふうに2つのグラフを、それぞれの色と線で書いてくれると。もうこれ自動的に黒が選ばれとるので、ここかここどっちかをクリックして、プロットというので、色は赤にしようかなと。それから、破線の方がいいかな、というので、まあ、これと同じようにしたかったら、こっちの色かな、とか、破線をもうちょっと荒くするか、とか、いう感じで、この線はもう一度太くしてみるか、とか、いう感じで、これが作られております。しなくちゃいけないのは、
これ何が違っとるかというと、ここで X と Y を手に取るのに、その上の行までこのやつを持っていってしまったので、まだあなた手にしてませんよという、ここでまずエラーが起こったということで、まあエラーというか、注意が起こったということだと思います。こっち持ってくるとちゃんと出てるよと。で、ちょっとこれ不思議ですね。どこにも書いてなかったのになぜここになっとるかなっていうのですけども、また後で説明します。ということで、リスタート付けの書き方、大体分かったなと思います。さて、免許改善コース。これまあ、専攻科生用なんで、本科生の時は一番の基本だけで終わってますけども、もうちょっと詳しく説明しとるということで、この I が1から10までというやつをレンジというそうです。で、I の I 番目は I にするよと。いうんで、I の1が1で、I の2が2で、I の3が3と。いうことなんで、R の、これどうやってやったかというと、キーボードからじゃなしに、普通のこのメニューからだと、数式の演算子の M って書いてあるやつと。で、例えば1と。で、イコールでやると1になると。からコントロール C でコントロール V して、ここ1から10まで取るはずなんで、10ってやると10になると。で、コントロール V して、じゃあ11番目はどうなってるかなって見ると、あなたまだ定義してませんよっていうので、ここで、まあ、注意、アノテーションが出て、エラーになってると。ここをクリックすると、説明が出てきます。どうしてこの赤いマーケットだかという説明がここに書いてあると。で、もう一個大切なことは、暗黙のうちに0が作られとるんですが、ここでオリジンを1にしとるから作られていないと。このオリジンイコール1が消されとるとすると、こうやって作られとるわけであります。このところはちょっと免許改善のために詳しく書いている。で、R というやつには1から10までが入っているよと。で、G を点々イコールで R としとるんで、こっちはコンダクタンスとこれは抵抗だから単位が違うじゃないかと思うかもしれんけども、あくまでも数値の1から10というのを入れとると。で、これが抵抗であるのかコンダクタンスであるのか、何であるかってことはマスケラドにとっては知ったことじゃないので、あくまでも数値として、取り扱っておるということであります。まあ、マスケラドのいいところとしては、単位も使えるよってことはあるんですけども、まあ、単位も単なる文字変数みたいなもんなんで、使わない方が簡単にできるということであります。もちろん使ってもいいです。で、シグマがあるとすると、もう勝手に最初から最後まで計算してくるので、55。逆数にすると、並列。コンダクタンスにすると、直列。コンダクタンスの並列のインピーダンスと。もちろん、コンダクタンスを直列にしたやつの、並列にしたやつのアドミタンスは、コントロール C して、ここでコントロール V してやれば、55Gmsになるということは、まあ、これと同じものが入ったので、一緒に決まっていると。で、これ、何でも順番でしかダメかというと、例えば、1と2と5があるとするよ、と。こっち縦でこっち横なんだけども、これ、行列の行ですね。これ、行列の列と。よく OB の、こう、英語を聞いとると、行列のここの行の字が横向きだから、ここと。
列はここが縦向きだから列と。で、行と列の見分け方が、日本語の方が、英語よりも分かりやすい。まあ、英語は英語でなんか多分、覚え方があるのかなと思いますが。で、シグマ R でやると、横にあったとしても、やっぱりできると。こっちもできると。これもできる、これもできると。で、行であろうが列であろうが、まあ、計算してくれるみたいです。で、X と Y で、これの打ち方をまず説明するということですね。まず、オメガの打ち方。オメガは W の犠牲文字なんで、小文字の W を打ちます。それから、コントロールキーを押しながら G と打つと、犠牲文字に変えてくれると。これしとると便利だと思います。そうでなかったら、まあ、いちいちここから、これを選ぶと。でも、ここにちゃんとオメガは W を取ってからコントロールキーを押しながら G と押すと打てるよというふうに書いてあるんで、キーボードショートカットで打ったということであります。で、オメガでコロン、点々イコールでオメガを0から始まってカンマ、0.01 刻みで、ちょっとどこまでかって書いてあるんで、3波24までと、いうふうに書くと。で、これとこれですけど、これの書き方、やってみましょう。音文字の X で、カッコで、小文字の W で、コントロール G で、で、横へ壊さなくても、ここでコロンと打てば、もう勝手に、横へ行ってくれます。で、制限なので、さあ、いい、うんと。で、カッコして、自動的にカッコは閉じるまで作ってくれます。NX、N の X が、これが、ここをクリックすると、ここにちっちゃいのないので、ただ単に下付き文字ということです。したがって、N のここをクリックしたら、ここに下付き文字あるので、X と。で、かける、オメガ。小文字の W でコントロール G。プラス、シータ。シータのあれはよく見とらんので、これと。あ、Q みたいですね。シータの、下付き文字で、X と。これ打ちました。次、Y の方持ってみます。Y。めんどくさいので、こうしましょう。こいつをコントロール C して、ここでコントロール V すると。で、X のところを Y にしておいて、ですね、同じ制限で。ちょっと注意してほしいのは、サイン、うんと打ったときにはイタリックになってたのが、外をクリックした瞬間に、ああ、組み込み関数の制限のことだなと、サインのことだなというふうに、マスケットの AI が判断して、自動的に私はこのサインというのを、サイン、コサインのサインと判断しましたよというふうに、意思表示をしてくれます。で、ここは、ちょっとこれ面倒で、後ろ側をクリックして、前側をクリックすると、このシータの後ろのことに思ってしまうので、ソエジの X をクリックして、後ろ側を、で、バックスペースで消して Y と、やってやると、これとこれが入力できたと。いうんで、あとはグラフをコピーするんで、作るんですが、グラフはさっき作ったので、こいつをコントロール X して、ここにコントロール V すると。そうするとこの G でエラーが起こってしまいました。これはどうしてかというとですね、実はここで別の G を転移するからであります。いうんで、自分で使う変数名とか関数名が、前の方にあると、これを G のことだと思うので、ここでエラーが起こってしまうという、そういうことになります。したがって、まあ、これを消してやれば、ちゃんと
動くと。今日の課題として、あれ、ページ組んで、ちょっと行き過ぎたので、インサークスで、これいいか。リサーチの図を作成せよと。それで、ここに、まあ、答えねみたいなやつがあるんですけど、なんでこんなうまくいったかというと、ここで新しく G 入れてしまったんだけども、ここでもう一回 G というのを、さっきのグリッドという関数を使って、G を定義し直したので、この定義の方が後からあるので、これを優先して、回答からうまくいっているわけであります。そこで、さっきのまだ定義してなかったのに、どうして、N の X と N の Y というのが、この辺にあったかなと。不思議だなと思ったと言いましたけども、その答えが、ここにありました。グローバル定義というものであります。グローバル定義というのはこの3本線のイコールです。イコールがいろいろあるんですけども、それはまた次回として、このグローバル定義のイコールというのは、数式の演算子のここにあります。ワークシート全体で、1回だけ使いますと。んで、NX は1にしますよ。CX は0度にしますよ。NY は1にしますよ。CY は0にしますよと。ここで定義したので、普通は定義したら、そこから後ろにこの定義が有効で、後から書き換えるというのができるんですが、グローバル定義は、一箇所だけ書いたら、このシート全体が、これが使われると。いうんで、X 座標だけ2倍の周波数にしてやると、こういう感じになると。で、X の方だけ90度移送を進めてやると、こんな感じになると。いうことで、まあ、ここにあるような、いろんなパターンを作ってみようと。いうような問題が、できたかと思います。ページ組みをしておくと、まあ、見やすいと思います。ここで色を作ってみようというのが、まあ、課題でありました。これを2対3とかして、いろいろ変えてやると、ああ、これ逆か、と。言うんで、じゃあ、ここマイナス傷の人はどうなるかな、と。お、できた、というような感じであります。まあ、いろいろ作ってみようと。はい、ここにマスケードにはいっぱいイコールがあるよというのを、説明。これはですね、田園で配った、義務校生内で配布した電子教科書の1ページであります。まあ、こうやって説明があって、電気の子は、この電子教科書を見てみると説明が読めると。で、まあ、問題もいっぱい出てくるわけです。まあ、簡単に説明しましょう。y は x マイナス1の事乗に a 足したものですよという点々イコールが代入で、コロンを打つとキーボードショートカットで点々イコールと出てくると。それから普通のイコールは、この x が5の時に21になりますよという評価というイコールです。A 点にしてないのになんでこれわかるのっていうと、ここにさっき言ったグローバル定義の3本線のイコール、コントロールシフト並みがあると、このワークシート全体で A は5に固定されるということであります。で、YX、エクスパンドファクターという矢印があるんですけども、
これがまあ僕が一番マスケットを使うときに、便利だなと思うシンボリック評価であります。さっきの数式のところの、ここのところにシンボリック評価があります。こうすると何がいいかというと、文字式で書いてくれると。まあ、展開しようと書いてあるので、x-1 の2乗は、x の2乗マイナス 2x プラス1ですけども、a が5なんでプラス6というふうに、文字式のままちゃんと計算してくれます。これは結構強力で、微分、積分、ラプラス変換など、電気カルテで使う、いろんなのに使えます。で、ここのイコール。これがローカル定義の x が1ですよという、ローカル定義のイコールです。このイコールとは違うと。それから太いイコールがあります。この太いイコールは、これです。左辺と右辺が等しいと。ということで、よく勘違いするんですけども、これとかこれの場合には、ここに書く変数は1個だけです。1個の変数を x を引数として y という関数を定義すると。で、その y の x が5の時を評価するということですが、この太いイコールは左辺と右辺が等しいということを書いたものであります。だからここにも式、こっちにも式が書けると。で、x-1 の2乗は x の2乗マイナス 2x プラス1なのに、x の2乗マイナス 2x プラス2は違っとるじゃないかと思うんだけども、その違っとるということが、ここで評価してやると、今度これが等しいということは間違いなので、論理が、偽というわけで0が出てきます。逆にここを1として正しくしてやると、正しいので1というふうになります。ということで、この太いイコールもこれからよく使います。まあ、このグローバル定義を使ったマスクのフォーラムはほとんどないんですが、僕だけぐらいが、このグローバル定義をしょっちゅう使って、利用しております。何が便利かというとですね、グラフがあったときに、そのグラフの要素はすべて上の方で定義されておらないかんだけども、そのグラフのすぐ横でグローバル定義を使って指定してやると、パラメータがその値の時のグラフを、この指定した位置よりも上のグラフで見ることができるという、そういうふうにグローバル定義が使えると思います。こういうふうにして、点々イコールの代入、計算する普通のイコール、グローバル定義の3本線イコール、シンボリック評価の右矢印。まあ、これはシグマとか、相乗の時のローカル定義。で、左辺と右辺が等しいというのを指定するための太いイコール。等しくなくても、こう書くことができて、これのところに等しくなかったら、その評価が0になって、等しければ1になると。で、この太いイコールも、これからたくさん使います。それでですので、4つのプロットがあるよという、さっきの電子教科書の中に書いてあるんで、その内容がここにあります。これが今日使った XY プロットと、これが極プロットと、半径と角度360度と。これが等高線図と。これが 3D プロットと。ということで、これはただの絵じゃなしに、全部マスターの、このプロットの中の、この4つですので、この4つしかないということです、逆に言うと。たったこの4つだけで何とかせよということであります。当然、ここは生きておるので、2X にすると、シャスが2倍になると。これもサイン X の
2乗とかやるとどうなるかなってやると、こんな感じになると。sinx プラス y で、x と y の値どこにも書いてないんだけども、標準でマイナス10から10の x とマイナス10から10の y ということで書いてくれます。これも sinx プラス y も例えば、事乗としてやると、こんな感じになるそうです。ちょっとこっちの方がよくわからんだなという感じです。0.9 までしかないか。しかしまあ最高1種目しかないか。まあ大して変わらんなと。ということで、なんかここら辺殴ると、なんか時々文字が出てくるところがあると思うんですが、Y 軸の最初とその次と最後、X 軸の最初とその次と最後、この等高線図の塗り分けの最初とその次と最後を、X がどこからどこまでというさっきの これですね。どこから始まって何とか刻みでどこまでというパターンがこのグラフの中のこことこことここ、こことこことここというふうにして、同じパターンでさっきの最後のグラフのところでも自分で指定することができます。ところがこうやってもちっちゃくてごちゃごちゃしてしまって選べないよというときには適当なところをクリックしてどん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 デリートしていきます。ちょっと消えるんでここをクリックできるようになったんでデリートで消すと。で、矢印で飛んで飛んで全部消すと。全部消してしまうとマスケットの AI が自動的に表示できる範囲に、こことこことここを書き換えてくるので、まあ、こんな感じで、見えております。この2を消しましょうかと。それから最後は 3D プロットで、ちゃんと計算されたので、こういうふうに動くと。この sinx プラス y を事乗したやつどうなるかというと、こんな感じになったということで、まあ、当然 Z 軸が事乗したので、0か1までだけになって、2倍の周波数みたいな感じで、制限波があることになると思います。まあ、いくつかマウスでコントロールできるんですが、これはやってみた方が早いと思います。そして結論としては、ほとんど XY プロットと 3D プロット。まあ、時々極プロットと等高線図があって、マスカド15、15まではもっといろんなのができたんですが、ごく限定されたということで、マスカドのユーザーフォーラムでは、みんなが不平を言ってますが、今年の末からは、このプライム7だけが残るので、この YouTube で紹介することしかできなくなるということであります。